なんて論外ですよ。都議会自民党のドンと言われている人ね、あの内田さんという人いたじゃないですか。あの方は私だけにもよく知ってますよ。私は自民党政権を官邸で総理大臣秘書官として支えた男ですね。自民党の総理大臣ですらが挨拶行くんですよ、あの都議会のドンには。自民党のね、ましてやその猪瀬知事だ松添知事なんてのはですね、まあ、いちいちお伺いを立てないと当選ができない。あの怖い怖い石原慎太郎知事に、知事ですらですよ、あの足向けて寝られないのが都議会自民党のドンだったりとかありませんか、ね、その都議会自民党のドンが皆さんの税金を長年食い潰してきた、ね、まさか皆さん三鷹のご良識ある皆さんが、ね、自民党候補になると私は思っておりませんが、まあ、念のため申し上げておきますね。もう都議会自民党が牛耳ってきたな、9年にわたってこの少し緩む服だからといってね、皆さんの税金を食い潰してきたんですよ。自らの私腹を肥やすために、ね、利権を耕すためにね、こんなことをしてきた自民党にはレッドカードを突きつけましょう、ノーを突きつけましょう、ね、そして一方でしかし都民ファーストいいでしょう、都民ファーストもいいでしょう、小池市民の応援だ。しかしね、皆さん一歩立ち止まって考えていただきたいです、ね、小池さんの知事の人気にあやかって本人の実力ではないのに当選をした人、ね、都議会議員になってからね、小池氏に物を言えますか、言えないでしょう、まあ、人間というのは私も皆さんも弱い存在ですよ。やっぱりね、ご恩をいただいた方にはね、足向けてられない、物を言えない、ですからイエスマンになってしまいますね。しかし都議会がなぜ知事以外にあるのか、皆さんは知事も選べる、都議会議員も選べる、二元代表制でいいですね。国会は違いますでしょ。国会というのは衆議院参議院を皆さんが選ぶ、その国会議員が総理大臣を選ぶ、これ一元代表制というんですね。なぜ都政は都知事と都議会両方あるかというと、要は都知事が何か誤った時に、何か違う方向に行った時に、都知事が何か税金の無駄遣いをしそうになった時に、いやそれは違いますと、しっかり都議会が正せるような機能を果たしている、これが存在意義でありませんか。そうした時に、ね、都民ファーストの皆さんがね、その都知事に物が言えようとは私枝健は思いません。長年政界にいてましてね、ですから、まあ、都民ファーストがいてもいいんですけれども、やっぱり松下玲子さんのようなこの石原慎太郎知事にすら物が言えた、あの当時豊洲はやっぱり安全問題あるんだよって指摘できた、そうした松下玲子さんにですね、皆さんの貴重な一票をですね、どうかどうかいただけないかと思いまして、今日は横浜から駆けつけてまいりました衆議院議員の枝健でございます。ぜひとも松下玲子さんからご談笑をさせていただきますので、お聞きいただいた上で、あさって土曜日はですね、ぜひ松下玲子とお伺いいただきますことを、私枝健からも心からお願いします。どうも皆さんご清聴ありがとうございました。社会人たちお集まりいただきました皆様、ありがとうございます。ご通行中の皆様、しばしお耳をお貸しください。ただいま江田健二民進党代表代行からマイクを交代いたしました。私都議会議員選挙の候補者松下玲子です。私松下玲子は売れません。売れずに補正を厳しくチェックをしてまいります。この都議会議員選挙で皆様に最もお訴えしていることがあります。それは東京都の税金の使い道を変えていくということです。もう間もなく3年後ですね、2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。東京オリンピック・パラリンピックの成功を祈っていますが、でも私はオリンピックは地味でいいと思っているんです。派手じゃなくていいと思っています。真剣に開催をしてもらう。350億円の残金がまだ一体誰が払うのか、東京都なのか開催権に払ってもらうのか、国に払ってもらうのか、まだ決まっていないんです。なんだか
コンパクトシティって言ってたオリンピックの立候補ファイルにはコンパクトシティってなってたんですけど、いつの間にかどん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 豪華なオリンピックになっていく、そんな心配がいたします。この4年間、私松下玲子は議席を失い、都政の場でチェックをすることが、公の場で議論をすることが残念ながらできませんでした。オリンピックは地味で良くないですか？だってオリンピックが終わっても私たちの生活は続いていくんです。オリンピックのためだけに豪華な施設を作ったり、たった一度もおかえりなさい、たった一度もオリンピックに莫大な税金を投入する必要はないと私は考えています。なぜならオリンピックが終わっても私たちの都民の生活は続いていくからです。2025年東京都の65歳以上の人口の割合、4人に1人が65歳以上になるという試算があります。東京が今直面している課題は、この超少子高齢社会に対応していかなければならないということなんです。子育てや介護、高齢者の方への支援、税金の使い道を転換をしていかなければなりません。そして無駄な公共事業をやめる、半世紀も前に計画をされた都市計画道路、未だに計画が残っている。人口減少社会、新しい道路が必要ですか？築地の豊洲への移転の問題もあります。小池都知事が事前の延期を決定したことは評価いたします。でも地下水の調査結果が出たにもかかわらず、まだ有害物質が残っているにもかかわらず、豊洲に移転をし、5年後に築地も再開発をする、トヨスも築地も両方も市場は必要ですか？私は必要ないと思っています。無駄な公共事業をやめる、派手なオリンピックをやめる、私たち一人一人の生活に、そしてその命にしっかりと光が当たる、人に優しい東京に変えてみたい。私松下玲子はこの都議会議員選挙でそのことを最も強く訴えています。県警武蔵野市内をお尋ねしました。その声に耳を傾けてきました。皆さん日常生活の中で不安を抱えています。保育園に入りたくても入れない待機児童の問題、高齢になって病気になって入院して退院してそのまま介護になった、お子さんが介護を見る、介護と仕事の両立ができるだろうか、できなくて仕事辞めた、そうした方にも何人もお会いしました。介護の不安があるんです。そうした不安を一つ一つ取り除いて、人に優しい東京に変えていくのが、私はこれからの東京に最も必要なことだと思っています。ぜひ皆様の大切な一票を私松下玲子に託していただけませんでしょうか。ブレずに税金の無駄遣いをチェックをする人気のある都知事に対しても、ダメなものはダメであるとはっきりという、そして行動をする私松下玲子、生活者の視点、女性の視点を都政へと生かしてまいります。この選挙、大変厳しい選挙です。今日明日残りわずかとなりました。今一騎打ちとも言われています。皆様のお力が必要です。どうか私松下玲子に力を与えてください。そして都議会で都政のチェック、都知事のチェックをしっかりと仕事をさせてください。皆様の代弁者として仕事をさせていただきたい、お願いを申し上げ、私松下玲子のお訴えといたしました。ご提供ありがとうございました。